こんにちは、キラです。ということで、今回なんですけども、アリーナで負け続けてるときは、〇〇をしたら勝てるようになります。というテーマで動画をお届けしようと思います。ということで、今回の動画は、生配信の切り抜きの動画になるんですけど、この生配信中にね、僕は結構アリーナで負け続けて、一回これをしようって、これしたら勝てるようになるはずっていう風に宣言してね、実際にその試合勝つことができましたんで、今回はね、アリーナが負け続けていても、勝てるようになるなんかおまじないみたいなのをね、皆さんにお届けできればなと思います。やっぱりソラリーナって結構メンタルに来ることも多いですし、負け続けてしまう時って結構ずっと負けが続いてしまうと思うんで、アリーナ結構連続で負けてしまうなという方だったり、アリーナソロをビクロしてみたいなという方にとってはめちゃくちゃおすすめの内容になっております。アリーナでビクロを撮りたいという方はこの動画をぜひ最後まで見ていってください。それでは早速解説の方をしていきたいと思います。クリエイターサポート AKIRA285 よろしくお願いします。やばい、ちょっと待って。これ、一回俺の集中力をマジで極限まで上げさせてほしい。みんなの力で。よし、ちょっと初動ガチ集中するよ、これ。うまい。あのカウンター俺めっちゃうまい気がする。この人うまいからちょっと嫌だな。一回ちょっと変えるよ。中学校始めての1週間長かったです。うわー、長かったろうな。でも長いのって幸せやけん。人生がもうおじさんぐらいの年になってみ、なんか1週間もあっという間に終わるから、なんかもう年越すみたいな。もうおしまいよ、本当に。こうなったら1週間が長いってめっちゃ幸せなことだと思う、やけん俺的に。おー、ナイスー。あ、みんなジンクス。俺のピンサブマン持ってるとき、だいたいビクロイする。うわ、最悪、壊された。17とは。やっぱ白は弱いのか。せいや。あ、待って。終わったかもしんない。PC のグラボ何ですか ?PC のグラボは、RTX Fire。ごめん。これマジ PC のやつ分からんけど、概要欄には確か載っけとるから、そっち見てほしいかも、ワンチャン。いやーでも、やっぱ集中したらね、初動生き残れるね、やっぱ。うん。やっぱそういうことよ。やっぱ初動、てかこのゲーム集中力が大事や、本当に。思った。集中したら、初動とか負けないよ、多分。動画出そうかな、今度。初動ししない方法は集中することですって。集中力が切れてたから負けてただけだ、多分。次の目標はちょっと対面勝つことやね。油断せずに。被弾を50以内に抑えて対面勝つことを目標にしよう、次。漁夫が来そうで怖いっちゃ怖いな。いや、もうここ行くか。
やりおるまんかい。ナイス、ありがとうございます。よし、2個目の目標達成した。こうやって目標をね、なんかちっちゃく1個ずつ達成していくとね、結構達成しやすいから、次は2キル目を達成しようかな。よし、で最終的にはビクロイするみたいな、そうやってね目標設定を少しずつね高めていくことによってね。えぐい、焦った、めっちゃ溶かしてくるやん。あ、二人いんのかこれ。ビクロイをしっかりメイン狙いに行ってもいいなこれ。それからしかろうなこの人。やばい、えぐい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 。ナイス、いい連携見せたな俺ら。けい、いや、やっぱ集中に限るわ、大会は。大会